いいっす。あの人あの人違うやろ。店内イオンに来てます。イオンに来ちゃった。オフ会ゼロにいちゃっちゃう。怒られるぞお前。お前怒られるぞマジで。どうする、新年やから。新年じゃないもんな、まだ終わりやもん。じゃあ俺が新年前ですよって言うから、新年前っすねって言ったら適当に返して。どうに、うん、新年前ですね。俺が言うから。あ、俺が言うから。俺が新年前ですね。そう、俺がそう、俺が新年前っすねって言ってそうだねみたいなこと返して、新年前か、見納めのガチャしますっつって、うんみたいな感じでいいよ、うん、元気よくね。それっぽく答えて、そう、それっぽく答えとけば何とかなる。頑張って、大きい声でね、大きい声出せば何とかなる、うん、ノリでなんとかなるっていうのあるよ。おっしゃ。ということで、じゃあやるで。よし。特訓。はい。もうさ、12月30日だよ。もうあともうちょっとで今年終わっちゃうよ。ほんまや。やろう？どうする？ってことで、俺ガチャ引きたいんだけど、まあ見納めガチャね。うん。どう思う？引いていいと思う？明日にしよう。あ、そっかそっか、じゃあ明日にするか。明日にしようか。じゃあ終わろっかこの動画。お疲れ。お疲れ。帰ろ。多分ああいうところに編集でなんか入ってんということで、はい、こんばんは、白銀のハトですと、徳助くんがいます。朝から夜投稿するの。そうよ、夜投稿するの。あ、12月31日に投稿していいけど、12月30日に投稿する、あえて。ああ、まあゴールデンタイム狙って。そう、でもみんなどうでもいいよ、もうもういいよ、そんな長いよ、長い、もう長いです、もういいです、もういいです。はい、よし。ということで、今ピックアップ切れるのが前回同様ストーリーガチャだけなんですよ今ね。FGO 内で言うとね、なんかサモンカンっていう人で、主人公たちがいじめられてて監禁されてる状態なの今。ああ、はいはい。だからピックアップがないんだよ、ほら。もうフレンドガチャかこれしかないよ。そういうことね。そう、これだから俺は特にこれを引いてほしい。分かった分かった無言もういいよ、とりあえず聞いてくれ。これ何が出たらいい、うん、俺が持ってないキャラが出たら。あー、まあなんか分からない。まあ星4以上が出たらいいよ。よっしゃ。じゃあこの白いあの人星3 あー白い人あの人星3やけど星4、つまりあの実質星3じゃないキャラクター。そういうことね、うん。あのぶっちゃけここに出てるキャラクター特になんかあんまり、あ、この子星5、ま、星5、星4、星3みたいな。まああんま気にしないで引いて、うん、俺は何が出ても怒らないから。知らんから、うん、よいしょ。めっちゃ震えてるやん。乱数調整、乱中ソース、乱数調整、もうダメやろ噛んでるって言ってやばいやろ。まあけどさ、それで金が来たらもうね、俺は発狂するよ。来ない来ない来ない。残念。じゃあ終わるか。うわ、ちょっと待って、これは嬉しい。これそうだね、あれやん、あの人やん。そう、あの歌舞伎の人。違う、歌舞伎じゃない、あれやん、ジルドレス。そう、ゼロの人。お前勉強してきたん、ちょっとちょっとだけ。なるほど。 FGO 知らん。うん、そうかそうか。 あの人まだ俺宝具ね3ぐらいだったから、ちょっと欲しかった、ありがとう。それに関してはちょっと今の嬉しかった。あ、これに関してはもう3枚目作ろうとしてる途中だから、まあ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 嬉しいって感じ。サーバントの手多いな。金が来てくれたら一番いいんだけど。およっしゃ、よっしゃ、勝った勝った。いや、勝ってない。俺もうこいつ作った。もうこいつ作ってんや。もういらんねん、俺こいつは。2枚目。まあ、けどまあ今のところね、なんかそのレア的な感じのやつ当たってるから、星さんでもなんか珍しいキャラクター当たってるから、まあまあまあ。ただサーバントの手多いな。あ、ね、これ普通じゃない。いや、なんか気持ち、俺10連あんま引いても出ない人間なんだよ。ああ、そう、人間になってるか。そう、自分単発派なんだけど、なんか割とサーバント出てんなと思って。今のところそう、一本線が1個しかないから、まあけどそれで最低保証の保証レースを出ちゃってるから、どうなんかなみたいな。もう保証は切れた。そう、保証は切れてなんかうまいこと全部のクラス出てない、気のせい俺の気のせいかな。なんかセイはアーチャーランサー全部出てない。はい、一方で
これいいの出なかったら俺お前殴るから。冗談じゃ、冗談。まだまだほらまだ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 あるから。あこれもうダメだよ。ダメ。あーうーん微妙。持ってる、とつってるとつってる。あまだある。まだあるまだある。あー最後の最後でなんかあるかもしれないっていう奇跡の。なし、うん、ない。悲しみを。なかった。あやとっくん、ファミチキの力はどうしたんだい？ちょっと当たらんかった。ちょっと確認だけさせて。セイバー、アーチャー、ランサー。あ、ライダーだけ出てないんだ。だからこの一番最後に出てきたのがライダーだったらビンゴだったね。おー、惜しかった。そんなシステムあって。ない。ないんかい？ないよ。ということでもう一回召喚をしてくれ。あ、これ。乗り早いな、なんか他人のガチャだからって乗り早いね、あなた。俺自身に損得ないからな。俺にしか損得ないからそうだな、確かにそうだな、間違ってないな。お、ま、俺にしか損得ないからな、本当に。なんて人や、あなた。いやけどね、とっくんはなんか秘めたるパワーを俺は持ってると信じてるぜ。キャスギルだったら俺、キャスジル。オッケー。ちょっと待って、なんでお前そんなストゲンこんなポンポン出すの。いやでも俺白い人が欲しいねんけど。白い人って誰？あの坊さん。あいつもういらねえよ。あいつあと2枚ぐらい。いらない、もういらない、もういい、もう俺はあのキャス汁だけでもちょっと満足してるからもういらないっす。それだったらフォーレアのサーバントください。俺出たらいいけどね。適当やな。適当やな。あこいつも一応確かねストゲン、ストゲンのキャラクター数体いるんだけどね。なんかほんとサーマントのではいいな、全部銀サバだけど。悲しいことに。いやまあ可愛い子出たからいいんじゃない。もう育ててるよ。ああ。いや俺もう言ってるけど、俺全てのサーマント所持様に関しては全部育成し終わってるから、もう新しいサーマントが来るまで私はね寝るのよっていう感じだから、新しいサーマント引いてほしいんだよ俺には。新しいサーマントか。まあ、ぶっちゃけもう引かなかったり引かなかったり、なんか飯馬動画で投稿できるからいいんだけど。最低なやつ、考えることがっていう。最低保証来たんですけど。いやまだほら保証切れたけど、まだ保証切れたけど、まだ全然来てないっすけど。いやまあ可愛い子来たから、うん。このレースあんま使えないんだよな。おい、レースパレードになってるよ。最低保証しか来ないよ。あれとっくん、ファミチキパワーはどこに行ってしまったんだい。ファミチキはちょっと前回のあの引きはどこに行ってしまったんだ。ただなんかすごそうな演出ないよ。ないのか。なんさ、王子がジャガーマン、お一瞬さこっち側飲んでさ、画面をさ横から見たらさ、なんかあれだったんだけど、金のカードに見えて一瞬ビクってした。あらとっくん、どうした。今のところ俺が嬉しいのはあのゼロで出てきた人が宝具重なったぐらいだよ。白い人もっと出てきてくれ。いやもうだから白い人いらないの。いやでもほらなんかすごそうな感じで、あの人すごいけど、すごいけどもう作ってんの俺。そうか、そうや、俺は欲しい。あ、じゃあ頑張って。よっしゃ。いやこれ上限決めてねえな。やべえ、上限引くとか上限決めてなかった、やばい。いやもう最低でも次の10連でラストにしよう。40連までにしよう。俺が多分ねそれ以上引いたら心が折れてどこか帰っていくから。本当に危ないことになってしまうな。いや本当サーバントの実いいんだよな。一回ぐらい金様ポンって来てくれてもいいんだけどな、この様子だとって思うねんけど、それはポックンの運のなさすか。ちょっと最近運がないかな。役落としっていう動画にしてたの。あこれで、ね、ああ今年の役を全部バッて切って来年に向けて、来年またいらん。まあホッサンレーソー、ぶっちゃけサーバント、ホッサンサーバントよりホッサンレーソーの方がぶっちゃけ欲しい。じゃあ経験値レーソー的に使えるから、だからホーレアのサーバントが出ない限り私はお前を叩く。なんで出るねん、なんでストゲンそんなポンポン出んの。いやこの人はまだ俺宝具1なんよ、うん、欲しかったっちゃ欲しかったんよ。ありがとうって言うけど。ありがとうって言うけどね、おかしいよ、あこれちょっと一番渋い気がすんねんけど。なんかしょっぱいな。しょっぱいで、すごいしょっぱいよ。
いやこれで金サバとかポンでもこれで星子とか出してくれたら一番いいんだけどね。まあ俺のもしかしたらあるガチャ欲っていうのが特訓のを食ってるのかもしれない。あ、そういうことね。うわ、そうやって言い訳すんなお前俺が引いてないから、俺引いてないから関係ないよ、そういう風に言うな。物欲センサーは立ち合い人も、じゃあ俺変えるから最後の10年だけ結果教えて俺の家やけど変えるから結果だけ教えてくれあ、メッフィ、メッフィ違う。あれ俺キャスジルもう宝具5になったのかな。最低保証やん嬉しかったんがあのすげえあのライダーの人だけだよ知ってるわ今んところ。あ、もういいよ、抑え ラストもう全神経尖らして俺ちょっとじゃあ一回いなくなるわ。あ、オッケーオッケーオッケー。もう引いたら引いたっつってね、ポチって押したポチって言ってね。よっしゃ10回か。はい、何が出るかな。ただいま、おかえり。なんで星5レースをここで引くの。ぶっちゃけフォーマルよりカレッコとか引いてや。あれ最強保証じゃない多分なんてこった。いや俺は保証を超えるから。マジで保証を超えてくれる。保証を超える、保証の壁を超えるから。誰だ。保証の壁を。嘘だろ。お前。当たり前。当たり前っすか。当たり前。保証の壁を。星子サーバー引きます？まあ三代目なんだからまあぶっちゃけ俺にとっては何とも言えないんだけどさ。超えます？しょぼんってしてるけど40連で星5出てるからまあ当たりよ。しかもあれは主人公よ、一応ヒロインよ。知ってたがよかったよかった。しあの人しか知らんかった。あの人しか知らんかったの。あの人しか知らんかった。マジかよ。いやーなんだろうこれ、役落としなんかな。なんとも言えないな。まあ年末決算。そうや、年末決算やね。明日死ぬな。俺が消えたら引けたから、多分俺消えてる状態で引いてれば多分当たってたんだろうね。立ち会い人も含まれる。立ち会い人もやばかった。立ち会い人の欲が強すぎただけなんだけど。ぶっちゃけあの星4サーバントかなって思って出るのが、星5サーバーがポンって出るとは思わなかったっていうのと。なんでこんなレース多い。あれほら確率の収束よ。なるほど、収束してしまったと。収束してしまった。もうさ見てこれ、うん、いやここのところさ絆10になってるんだよね。ああああじゃなくてまあ本気の方、本当の方を持ってるのがこっちなんですけど、もう全部スキル増してるんですよ。もうでまあ宝具が2から3になって嬉しいなぐらいなんだけど、絆マックスにしてるからほとんどこの子使わないのよ。あけどおめでとう、頑張った。うん、最後の最後で星5持ってくるっていう、その何バーチャル違う、エンターテインメント。やばいやばいやばい、バーチャルの人と混ざってる、やばいやばい。なんかけど、うん、やっぱり白い人しかったな。白い人当たってたやんここ。いやあと2人ぐらい欲しかった。この人当たってるやん。いや絆5やん。いや使ってないもん。いや違う人使ってるばっかやから本当に。けど割合としてキャスジルが2体、嬉しいのがキャスジルとレジライと、まあ青がホーグさんになりましたって感じか。これアーチャーとかで来てくれたら嬉しかったな。文句を言うっていうね。じゃあもう一回、もう一回引く引くもう一回引く引いちゃう。じゃあもう一回引こうか。じゃあ俺一回変わるわ。よっしゃ引いたら言ってね。よし引くで、ちょっと乱数調整。よし行こう。
え、今引いてる。うんってなんやろ。うんって引いたよぐらいで言ってや。あ、うんって言われても、合図を決めてよかったから。うんって言われもうめっちゃ好かれてるやん。白い白い人めっちゃ好かれてるやん。あかんやん。いやー、これどうなんだろうな。ノリで引かせたけど、なんかやだな。これでいいの出なかったら、もう本当に帰るからね。いやー、まあとりあえず、まあ星5は出てるから、うん、まあ、まあ外れではないじゃないと思うよ多分。いやでも保証の壁を越えて、保証の壁を越えてくれる。じゃあもうちょっと超えてくれないかな。もうちょっと超えてほしいな。できたらもう一体ぐらい当ててほしいな。いいかな。で来てくれたら俺はもう嬉しい、ハッピー。ランスは多いな本当。別にいらんねんけど。ジャガーマン出すぎじゃね。ちょっとだっておかしいだろ、こんな出るキャラクターじゃないんだけどな、ジャガーマンって。おかしいな、おかしいな。あの人すげえね、もう4枚ぐらい出てない。おかしいな。あ、麻婆豆腐や。麻婆豆腐。この奇跡の麻婆豆腐はどうなるのか。嫌なんだけど、最後まで残すのやめてほしいんだけど、二次演出とか来ないの。もう来ない気がする。おいおいおい、やめてくれよ。終わった。終わった。うわ、またなんか、おかしくないね、これ、このガチャの結果とし、超絶に俺これまずい、ひどくない。サーバンと同じの被ってるしさ。調子乗るからダメなんだよ、徳助くん。ダメだね、引き際を間違えた。引き際、俺の10連返してよ。俺の10連返してよ。引き際を。でもいいけどさ、別に。結局50連だよね。うん。じゃあね、50連引いて何が出たの。めぼしいやつが、キャスジルが2体と、ジャガーマンが4体出てんのと、レジライ1人の青ペンが1人。で、概念霊装の方が全然、いらないやつしか出てないんだけど、虚数があと1つか2つで突れるぐらいなんだけど、まあいいや。ということで、これ運いいのかな。星5出てるから負けじゃないと思うんだけどな。自分的にどうすか、徳助くん。まあ白い人あと2人欲しかった。お前白い人にとらわれすぎなんだよ、マジで。まあいいや。ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。役落としのガチャでした。ということで、新年は神引きしたいと思います。俺が神引きしたいと思います。徳助くんは多分新年は消えてる？もう帰ってる？あ、まだまだいるかもしれない。まだいるけど、まだいる時、もしかしたらじゃあ新年徳助くんにもまた来てもらうかもしれない。かもしれない。かもしれない。そう、イフの話。違うかもしれない。そう、違うかったら俺が一人でも神引きしてます。白い人代わりに引いてもらう。はい、引いときます。はい。はい、ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO のガチャ動画とか撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。あ、はい、チャンネル登録お願いします。俺よりこびんな。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。